KB ソフトウェアの代表取締役岩永隆一です。受け入れの体制につきましては、ビザの取得、こちらに関してはもう会社の方で全面サポートして、ビザの取得をやっています。住まいについてもですね、会社の方で全て手配して、住んでもらっています。寮の方を会社で準備して、寮費は、割安で、準備しています。かつ外国の人材はやはり Wi-Fi がかなり大事なんで、そこも完備して、使用料は会社負担で、使ってもらっています。社内コミュニケーションにつきましては、やはりこう話すときに、ゆっくりで難しい言葉を使わずに、分かりやすい日本語で話してます。あと文章で伝えるときも、箇条書きにして、なるべくこう内容が分かりやすく、してます。ベトナムの文化についても、社内も含めて、理解が進んできてまして、手との連休については、もうそこに仕事を入れないようなスケジューリング、これは社内でもそうですし、お客様の方も理解してもらってて、その期間は帰ったりとか仕事を入れないということは、理解して広まってます。資格に関しては、IT 関連の資格、こちらについては国家試験取ったらば手当として反映させてますし、日本語の試験、こちらも、レベルによって手当を支給するという形でやっています。日本で仕事を覚えてもらったら、先々はですね、日本語、ベトナム語できますんで、ベトナムの会社とのブリッジの SE として活躍してもらいたいと思ってます。それは日本の中でもやってもらいたいですし、ベトナムの合弁会社に行ってもそういう道があると思っています。ベトナムの人材を採用することによってですね、当然社内のリソース、技術者の不足っていうところの解消につながってますし、向こうから来てもらって当社の若い人間と交流することによって、うちの社内の若い人材のその視野を広げるっていうところにも貢献してもらってます。あとこちらから定期的にベトナムの方にも出張してますので、それでやはり行った人間のそのカルチャーショック、そういう視野を広げる成長っていうところにつながってると思ってます。ベトナムの技術者に対して期待することは、やはりエンジニアとして成長してほしいということがありますし、先々はですね、日本とベトナムの架け橋となったブリッジ SE、 そしてベトナムを市場として捉えたときに、向こうでのそういう活躍というところを期待しています。